APOD、2015年4月5日、土星、テテス、は、そして影。氷の衛星、テテスから見ると、和と影が織りなす、土星系の素晴らしい景色が眼前に広がります。最近そのテテスに寄っていませんか？でしたら、カッシーニ探査機撮影の、この豪華な和の光景で、今のところは満足してください。2005年に撮影された、今日の写真の中央左下で、太陽の光を受けているのがそのテテスで、この衛星は、直径がおよそ 1000km あり、巨大ガス惑星、土星の中心から、その半径の5倍足らずのところを公転しています。この距離、およそ30万 km では、土星の明るいメインリングの随分外側になります。ですがテテスは、外側の淡く希薄な E 環にある、土星の5つの主要衛星のうちの1つです。また、テテスの公転軌道上には、安定した位置に、1980年代に発見された非常に小さな衛星、テレストとカリプソが存在しています。このトリオが、土星を公転している間、テレストはテテスを先行し、カリプソはテテスを追従しています。明日の APOD は、巨大な光の玉、です。